やあ、刹那圭介です。皆さんはちゃんと歯を磨いてますか？あ、俺はさ、1日に10回ぐらい磨いてます。では行きます。あいた！確かあれやな。これだよ。何をお前勝手に一番右まで戻してんの？ダメですよ。こっちですよ。で、これでガシャッ！そうしたらこの右から2番目何か起こるか分からんけど、次にイヤーオー敵が出てきおった。お掃除いらんわ。ここはあんま使ってなかったかもしれんけどさ、いらないよ掃除なんか。敵が出てくるだけか。これは時に一番右の時は何が変わったんだろう。どっか開いたんかな。後で調べたところ、後で調べたけん、開いたことに気づかんかっただけみたいな。一番、いや、左から二番目は？成長！ポチッとな。なにこれ？あ、鍵や。やったぜ！破裂の鍵って何？え、なにこれ？これじゃないよ。鍵って、電子のところのかな？ちょっとやってみるか。よいしょー、ポチッとな。アイテム欄からやらんかったらあかんパターンかな。違うよな。あれ、鍵を差し込むところあるんでしょ。差し込みましょうよ。サトシさん差し込みましょうよ。ちょっと挑戦ですよ、挑戦。わかりましたよ。じゃあさっきこっちを押さますよ。鍵取れたら大収穫だった。よし、一番左、レッツゴー。予想、敵が出てくるね、これ。多分、掃除しに来るね。あ、掃除ではなかった。散らかす方だったわ。散らかすんじゃん、ボケ。散らかすな、ボケ。カーペット汚れるやろ。染みつくだろ。どうする？どうする？何も、これ以上。あ、これ上行ってない、俺。行ったわな。何が行ってないじゃん。あ、鍵ってこっち、もしかしてはめ込むってこっちだったかな。え、こっち、そんなバカなんやな。あ、こっちでもないんか。一応こっちもやっとくけど何もないな。怖いっちゅうだろお前。お掃除せんでいい、お掃除せんでいい、もう定休日でいい、お前ら定休日でいい、休んでいいよ。そろそろいいんちゃうん。そろ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 呼んでくれへん？呼んで。あ、そこの鍵かい。そこの鍵かい。騙されたわい。そうや、そこだった。あ、ようやく使うんじゃ。ここや。でもなんでだろうな。あはは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 。サムスティングフォーザピープル。これね、なんかあの絵は右側って言いながら左側に書いとったよね。なんでか。とりあえずこれかな。Hey! Hey you! Hey you! Let's go! 早速差し込みます。Yes! 何これ、なんかやばそうな。やばそうな。いける？大丈夫？あ、動きちゃっただけ？なんでこんなところに置かれたかわからんけど、どこかに電気が供給されたようだ。心当たりありまくり。あ、ちゃうわ、ここじゃないわ。どっかあったね。なんだったっけ、蝶がおるとこ。どうやったっけそれ。これ、あれ、ここかと思ったんやけどな。あれ、あ、電気消してないけん、ちょっとわからんだけ的な。わからん。え、ここじゃないんじゃな。思ったところはこれだったんやけど。さて、次はどこがなんか使えるとか、そういう感じかな。さて、次にやることはなんだ。そろそろ呼んでくれるんちゃうん。呼んでくれるんちゃうんかな。読んで、読んで、やることなくなったんですけど、読んで。めっちゃここ気になる。ここどっか、
きっちり全部。なにこれ、なんだ、部屋が動き出したぞ。なんか来た、上に登っているみたいだな。え、な、な、なに、なに、これエレベーターだったん、エレベーターだったのかい、え、出ちゃダメなのかい。あー、掃除いいよ、エレベーターの掃除いいよ、エレベーターの掃除俺がやっとくぜ。お前らというゴミを掃除したろうか。よし、もう一匹、よし、オッケー。どうすればいいんですか。あ、なんか来た、え、10階です。なんこれ、お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 、なんだこれ、本当になんだこれ。え、今のなんだった、今このなんか意味あったかね。え、なんだったんだろう、ちょっともう一回目指して、なんだったか全然わからんけど。え、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 呼んでー、ここじゃない、呼ぶ場所間違えてる。ここは鍵のあれやな、ゴッドハンドテルさんやな、勝手に名前つけるけど。よっ、いけるんかな、これは上に上がってるね。よっしゃー、あの長い時間が短縮されて、短縮してくれたわ。あ、こっち行けるんでないか。行けた。な、これ、上の顎に左側第一小臼歯、小臼歯って読むんだろうな多分、の床、キャウオウの歯、キャウオウって何、分からんけど覚えとかな、な、覚えよ、さっき覚えとこう。これ何かあれ作動したら何か起こるときが、何か起こるかもしれんし、上左第一小なの床やな。あ、あのもうさっきやった犬歯のところのやつやな、3番やって鍵手に入れたんだったな。上左第一小臼歯やな、上左第一小臼歯、上一、上左第一小臼歯、上左、覚えるってね、なかなか俺覚える苦手だからね、言って覚えるっていうね。さて、これはどういう勝負になるのか。ちなみにレバー、レバーは何なんだろう。とりあえず、あの番号のところを調べん。ちょっと、先にやりたいことあるんですけど、先にやりたいことあるんですけど、まあ言ったるわ。先にそっち行ったるわ。上左第一小級士な。お、呼ばれました。呼ばれました。治療？ちょっと怖いっす。先生？先生？ちょっと豆電球変えた方がいいっすよ。歯の根が似合わないということだい。歯の根が腐っていると言いたいのかい。先生、ちょっと電球変えた方がいいんちゃいます。ちょっと治療中に電気消えたらちょっとあれなんで。あ、はい、診察ですか。まだだ、誰もいないのに声がする。怖いんでちょっと後にさせて、セーブさせてね。ちょっと待ってね、セーブ。診察は受けますから、診察は受けるんで、セーブと、あ、あとあの番号のやつもやっとこう。あ、ちょっとちょっと、その前にあれが何番みたいな覚えとかなあかんで、忘れた。どこだったっけ、どこだったっけ、お前そこ邪魔、ここじゃない、あれどこだったっけ、あの番号見るんどこだったっけ。ちゃう、あれじゃ、あれだった気じゃないわ、通り過ぎたよお前、ここだった、ちゃうな、ここじゃない、え、どこだったっけ。どこだったっけ、これだ、上左だったな、上左の第一小臼歯、上左第一、上左第一、4番じゃ、右上の4番、 OK です。右上の4番調べたらまだ何かあるってことね。ここじゃ。きたー、何これ、上顎左側第一小臼歯を手に入れた。なんでそんなところ、あ、もしかしてこれ歯の治療の時に、あー、
左側、上側、え、上側、え、上顎左側第一小臼歯が、あー、虫歯になってますね。あれ？スペアの上側、上顎左側第一小臼歯がありませんね。取ってきてくださいみたいな感じになるんかな。だとしたら先にやっとって正解のパターンやな。来ましたよ先生。先生？先生？はい。治療してください。どうせ上顎の左側第一小臼歯ないんでしょ。体が動かない。オカルトだ。ちょっと変なの来てます。わあ、変なの追いましたけど。鏡の中で変なの追いましたよ先生。大丈夫ですか。削りすぎちゃうかそれ。命削ってなお。先生削りすぎっす。お疲れ様でした。何やってくれとんねん。手術失敗じゃないか。あれ乗っかったらあかんやつだったわ。よかったセーブしとって。あいて。ならばこの歯はどこで使うのかっていう話です。何これ。かなりの大きさ、かなりの大きさ。大きいものはちょっと関連性のあるものを約2名知ってます。まず片方こっちです。お前もしかしてさ、上顎左側第一小臼歯とか抜け取ったりせえへんかな。お前違うな、これ手だけだな。だとしたらこっちです。クラーケン、クラーケン。あ、待てよこれ、俺の持っとる部分じゃないこれ。ほらこれだわ。よっしゃ、虫歯一つ治ったよ。クラーケンちゃん、大丈夫かい？あと二つあるってことかな、もしかして。あと二つ歯探せってことかな。どこだ？これがそうとか言うんじゃねえだろうな。あ、そうだ。あの光のやつまだ消化してないな。あの光の虫のやつ。あの謎解きまだやってないな。あ、これね、もう終わったんじゃない？これ終わったな、これ。こっちのやつは終わったな。終わったけん問題なしです。じゃあどうするか。呼ばれても行ったらダメなんよな。死ぬんでね。こっちはもう、待ってよ。まさかとは思うんやけど、この2つの歯の部分ありますね。123456、123456、え？ちょっと数える下手か俺。123456、上のここの7の部分とこっちの1の部分のやつ番号調べたら出てくるんちゃうか、もしかして。意外と簡単にやってみよう。これじゃない、これじゃない。確かこっちの7番目だったけど、あるんじゃん。ないんじゃ。あ、ごめんなさい、磨いてますね。オタク磨いてます。俺は虫歯じゃないんじゃ、虫歯菌じゃないんじゃ。てかセーブしてないけど大丈夫かな。どっからだったかな俺。あ、いけるかな。先生に診察してもらってゲームオーバーになる前にセーブしたけど、あ、いけるかな。まあいいや。というわけで、まあ今回はこの辺でゲームオーバーの画面で終わっちゃったね。みんなちゃんと歯磨きしろよ。しないとこういうところに連れてかれるぞ。病院の先生はこんなに怖い人じゃないかもね、知れないけどね、これくらいの恐怖があるかもしれんぞ。歯医者には小さい子供たち、ちゃんと歯を磨けよ。じゃあな。ふぅ、やっとが変わった。